僕が物心ついた頃、この部屋はいつも賑やかだった。若き日の両親とおいちゃん、おばちゃん、そしておじさん。懐かしい、あの四角い顔。泉ちゃん、人見が死んだこと彼女には黙っといて。私がパパが幸せになるのを邪魔してるとしたら、そんなの嫌。今ここにおじさんがいてくれたら。奮闘努力の甲斐もなく、生まれてきてよかったなって思うことが何遍かあるじゃない。ね、そのために人間生きてんじゃないのか。愛してるんだったら態度で示せよ。男は辛いよ。おかえり、トラさん。困ったことがあったらな、風に向かって俺の名前を呼べ。